まあ、イーグルスとしてはこの鉄平がいきなり、しかし小久保が素晴らしいプレー、飛び込んで掴んで一塁へ送りました。いい当たり、捉えた打球だったんですが、しかし小久保が飛び込んでいって掴んで回転してベースカバーに入った大戸の2に投げました。素晴らしいプレーでした。まあ、あれが抜けると次この1番の聖沢でしたからね。そうですね、やはりつながりのある打線に関してはやっぱちょっと嫌なところでしたけどね、しっかりとまずワンアウト目が取れましたし、ね、そうですね、良かったですよ。はい、昨日は守備の乱れもありまして失点を重ねましたホークスです。今日はキャプテン小久保の素晴らしいプレー。